はい、こんにちは、森田からです。本日は自由形の目線の位置についてご紹介をさせていただきます。ではこの目線の位置ですね、確認するポイント、例えば上げすぎたりとか下げすぎてしまうと良くないんですけども、どのあたりがポイントがいいかというと、ストリームラインをした時にちょうど、腕のところですね、この腕のところの部分が安定する位置を探してみましょう。例えばストリームラインした時に入れすぎてしまうと今手下がりましたよねってなったら、これは良くないんです。で、逆に上げすぎると手がここでね、下に、要は力が伝わらないので下がりやすいです。でもちゃんと目線の位置が合ってくると、この手を押した時に、強く押してもちゃんとグッとこう安定することができます。そのポイントが目線の位置になっていきますので、なので練習の時にグライドキックしながら、この手のところ、この指先のところの部分に台の上に手を置いているような支えがあるようなイメージができてくると、すごくベストになってくるかなと思います。でもそれがこう不安定な感じ、手も下がってしまうっていう、このポイントは目線の位置に対してちょっと皆さんの泳ぎに対してみればね、動きが合ってませんので、安定できる場所、安定できる場所をね、これ押してもこうキープできるね、台のこのちょっと確認してもらいたいんですけども、例えばここに台があって、この台の上に手を置いているような意識がすごくイメージしやすいかなと思いますので、ここがね、頭が上がれば手も上がる、頭が下がれば下に下がるっていう風になりますので、そのあたり気をつけて練習をしてみてください。この他にも動画はたくさんありますので、ぜひご覧ください。